ていう結論になったと思うんですよね。残りなんか山枚数が3枚あったじゃないですか、うん、じゃあ残り1枚だとしても同じ選択したってことでしょうね、うん、僕もそんな気がします、はい、やっぱり打っておごらすになるのが一番ダメっていう判断になりそうですね、はいはいはい、今のは、はいはい、さあ2回戦は何の4局を迎えました。おやわひらがドラは3層、ほらこれこのオーラスの親やりたくないんですよ誰もやりたくないね誰もやりたくない ね、 これはみんながポンチ始めたりするじゃないですか、まあ、それはね、は、はい、25,800 点持ちのラス目、うん、いっぱいやられたんですよ僕これ今年本当に本当にオーラスじゃなくてもね何2度か何3度かまあまあそういうゲームだからしょうがない、みんな生き生きした顔でやってくるんですよ、それそういうゲームだからしょうがないです、ね、もう嫌になっちゃうわって、ね、あ、はい、すいません、はい、すいませんいろいろ溜まってるんでこれは点差としては相島と鈴木が3,400差ですね、はい、ってことは残球、まあ、700,300同点3,900ですね、また同点、はい、で石橋太郎が3,200差か、どっちも近いですね、はい、相島はこれリーボー出しやすいですけど、うん、石橋はちょっと出したくない、はい、出したくないね、かなり出したくないですね、うん、出すときはなんか理由がないとですね、はい、石橋は初が統一、うん、平賀もうぐ1500になってしまいそうな、はい、とこですけど、やらないよりはやった方がいいですもんね。まあそうですね、はい、仕掛けるでしょうね、うん、で太郎は結構そういう他の2人、2着3着競ってる2人が始めたりしてくれることもあるんで、スッとやってくれることもあるんで、だいぶ守備力高めですよね、うん、これはそうですね、はい、これ自敗を泣かれるまでちょっと貯めてるみたいな現状は。そうですね、太郎ですか、うん、はい、うん、ただなんとチュンに関しては親に泣かれるっていう可能性もあるので、あのシャーとかはね残したいと思うんですよ、あ、石橋が後からシャーポンしてくれるとかっていうのはあるので、はい、ただまあそれで3球上がられちゃったらダメなんですけど、はいはいはい、まあ、1000点2000点だったら大丈夫なので、うん、ドラガ3層だとまたちょっと、ね、ドラガ3層は使えるんでね、うん、嫌なんですけど、はい、そういうね、あの要は安い手を上がってほしい人の厄介を貯めるっていうテクニックはね、はい、ありますけれども、うんうん、なんとチュンに関してはどうかな、うん、親にポンって言われたら一番テンション下がる、うん、一番ちょっと厄介ですからね、うん、もう一曲やりたくないですもんね、やりたくないね、うん、しかも割とこれでもう一曲やるときって太郎脳天でもう一曲やるケースが多いじゃないですか、こういう局面ってことはトップ逃げ切れる可能性だいぶ下がってますね、下がりますね、うん、相島手が順調に伸びてきています。リャンシャン店で平川はリャンピンを切ったんですよね、一番フラメのない、はい、ようやく、はい、うん、ようやく一面つ完成、太郎もまだ形が悪い、そろそろ自分を重ねたいですかね、うん、親の配に関しては、うん、やっぱり役割の天配にしたいっていうのが本当に大きいでしょうね、うん、やっぱりリーチのみの天配にはしたくないっていうことで厄介重ねたいんでしょうね、はい、泣けるし、うん、さあ石間イーシャンテン、まあドラ3層だけどペン3層はでもイーシャンテンか一応、はい、イーシャンテンなんでチーピン切りローアン切りの選択はありますね、いやーいやー言ったね、これはイーソー切りがかなりありだったかなっていうところですか、うん、いやでもこれはペン3層引きでリーチ2をドラ1でトップなんで、ペン3層リーチを打つのかどうかですよね、うん、スッチ層から引いた時そこでやっぱりペン3層払うのもありますよね、ありますね、月のタイヤを期待して、はい、さリーチしてドラの3層積もればめちゃめちゃ嬉しいトップですよ、1000、うん、2000で、そうですね、ただ平賀がね、うん、全部来るんで、はい、この曲そうなんですよ、平賀あの刀抜いてますよね、漕、うん、はい、いでるとこなんでね、もはや振りかざしてますよね、そうですね、はい、非常に絶対に降りないですよね、うん、はい、うん、最初橋もこれでようやく二面座が完成しました、うん、リャンピンは親の現物で、まあ、さっきローピンと選択で残したんですよね、まあ、リャンマン切るんですかね、初ポンした時にちょっと狭くなっちゃうけど、そうですね、ただ E マン2枚切れなんで、うん、はい、で次は、まあ、うわ本当に打ち上がった、話題のでも数層だったらイーソー切りやすくないですか、三層引いてもイーソーチーソーにそうですねなるんで、相島、うん、ここはテンパイ取らずのイーソー切りとしました、はい、こんなのペン3層リーチでいいやんとかも思ったりするんですけどね、そうはいかないんですよね、まあね、でもねリーチしてると3層4山だったんだよね、はい、知らん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 、いや全然知らんので無理なんですけど、はい、うん、石橋ここどうすんだろう、ウーワンもいらない
けど一通になることもあるもんな。多分バニ2枚切れてる9番は両面チーするんですよ。さあこれは、うん、役割転配転としました。狙い通り山1上がれば3着から2着こういうのも、うん、こうリーチ打って積もれば取るじゃない、はいはいはい、って思うんですけど、はい、やっぱその目の前の2万点20ポイントを取りに行きたいっていうところですね。いや本当にですよ、はいはい、さあ太郎はチュンが重なりました、はい。まあ相島の手今のでリーチ打つんだったらフェン三層でリーチしてると思うんで、ここら辺で自敗を切ったら本当にひらがな泣いちゃったっていう。実際に親のひらがポンしてイーシャンテン567の3色もあるか。親リーチの可能性はゼロになりましたね、はい、それはまあちょっと、うん、朗報ではありますよね、うんうん、一応、まあ、親全通の可能性は、はい、なくなく。さあハスが出てきて石橋もこれでようやくイーシャンテンです。リャンピンは現物か親のでもリャンピン切って、うん、リャンピンもリャンソーもねどっちも2枚入れで、あリャンピンが親源だったってことですね。そうですね、うん、まあ普通にドラ引いた時に使えるようにしたっていうことですか、うん、これは。そうですねそれだけですね。うわみんなやるやん。さあそしてタラオも仕掛けていく。そうガンパーマを打ちしてチュンの後付けのイーシャンテンです、はい、いてー何すんのさ。チュンも山に2枚残ってますね。お深いのねいろいろと、うん、やっぱ流れた時にね脳天は結構嫌なんですよね、はい、だからみんなこの辺りからいやこの9番が結果としては捉えてましたね、はい、で太郎は2000点は補充できないんだけど、ね、今のうちいて、うん、さあ9番はチーしてもう枚数でウーマン短期、はい、うん、ひらがの皮に1枚置かれているウーマン短期で転配、うん、実際石橋は1000点ですので、はい、この段階で太郎は補充できるということで。まあでも分かんないんでね。ドラ三層あ来た。さあチュンポン点入るぞ太郎。目まぐるしいぞ。合計5風呂入ってますからね5風呂このラスはこうなりますよ、はい、いやー石橋打てない。そうですね1000点打つと2万1000点ですね。太郎2万1000点の補充、うん、親バイマンみたいなやつですね、うん、きつ頑張ったねお願い、うん、お願いって言いながら数層が通ってるからか。そうそうそう数層が通ってるから完治層ぐらいしかないかなっていう感じですかね、はい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 、バーピンは3枚かな、うん、はい親のひらがだけがイーシャンテン入った追いついた染まったウーパーソー対ウーパーピン対カンチーマン対ウーマン短期隣3ピン照らしが今入りました。いやしびれる全員転配全員転配これいけるかな2ピン3ピン2ピン切ってるのに3ピンが今手から出てきたっていうことですよね。ひらがはだいたいほぼ確実ほぼ確実なのはウーピンを所持していることの方が多いんですよね、はい、3ピンが何かしらのフォロー牌で残っていた、まあ、スライドのこともありますよね、うん、3、4、5に6を引いたやっぱウーピン持ってるし、うん、ウーピンシャンポンのフォロー牌として持ってあるしこの3、5、7の連冠の形もウーピン持ってるんで、うん、まあトンの後3ピンだからね、うん、ただ関数ピンが数値ピンになった時にこの数ピンがヒットするんですよね。間違いのパターンです、はい、なので2ピンを切った後の手出しの枚数を今計算してんじゃないですかね。9ピン手出しだったなとか、うん、本出し数層だったなとか。いや遊びいたこの4人手3ピンだこれは太郎の上がりになるぞ。いや親の現物のウーマン切る可能性は全然ありますね。ウーマンならすり抜けますね。で太郎に2ウーマンでしか当たらないのか。3万ワンチャンスか。3万チャンス熱い。いやどっちだ。いやすごいなこれ。まあ急走は一応折りではありますが、はい、急走 E 万とか切ればなんとかなりそうですけど、うん、これ崩したくないよな。テンパイは維持すると思いますね。あ、チーソーも今切れるのか。3枚か。あ、チーソーも切れるね。はい、うん、もうでもテンパイは杉山さん、そうじゃないんだよ。息抜きすぎません。そうじゃないのよ。すごい暇そうにしてる人いましたけど。めっちゃ天井見てたよ。めっちゃ、はい、いやこれは考えられない。見事補充回避の1万切り。あ、石間の中盤も1枚いるんでしょ。1枚います。熱い。あれ風呂に2枚
だからいますね。いますよね、はい、ああ平賀選手だ。一番最後にテンパったのに、最後にテンパした平賀が望みをつなぎました。白のみの500オール、すごい、いろいろ紙一重すぎましたね。ですね。いや本当首の皮一枚という感じでつないましたね。さあもう一曲、もう一曲親が迫ってきてこれをやります。麻雀すりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。